グランツーリスモシリーズグランツーリスモ5プロローググランツーリスモ5プロローグとは2007年12月13日にソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーション3用のオンラインカーライフシミュレーター2007年7月の E3 で正式発表されたグランツーリスモシリーズのナンバリングタイトルグランツーリスモ5の先行発売版となる作品で 店頭で購入できるパッケージ品、ブルーレイディスク版とプレイステーションストアからのダウンロード版が用意されている。ただし、両社は PS3 上では区別して扱われ、セーブデータには互換性がない。2008年10月30日には、当時最新のアップデートを適用したグランツーリスモ5プロローグスペック3が新たなブルーレイディスク版、ダウンロード版として発売された。 価格に変更はない。また同日発売の8 0イトモデル PS3 本体に期間限定でスペック3の BD-1 が同梱された。ディスク版のパッケージデザインは GT バイシトロエン。シリーズ初となるオンライン対戦が可能なことが最大の特徴。また PS3 へのプラットフォームの変更に伴いインパネ視点の搭載やリニア PCM、 ドルビーデジタル 5.1CH 対応など、グラフィック面、サウンド面でも大幅な進化を遂げている。特に車両のグラフィックは、エアインテークの内部やヘッドライトのレンズ部など細かな点も非常に成功にできており、過去のシリーズや他のレースゲームの追随を許さないほどに進化している。初心者向けの入門編的位置づけのスクールモードが中心だった。 グランツーリスも4プロローグ版とは異なり、指定条件下でノルマをクリアすることで賞金を稼ぎ、車を購入して進めていくイベントモードが今作のメインモードとなる。また、今作から初心者向けのスタンダードと熟練者向けのプロフェッショナルの2つの挙動モードが搭載され、任意で選べるようになった。プロローグの名の通り GT のメインシリーズ作品と、 比較すればボリュームは少ないが、グランツーリスモ5の発売時期が大幅にずれ込んだこともあり、オンラインサービス期間は当時のシリーズ中域の長いソフトとなった。グランツーリスモシリーズで初めてインストールをしないとゲームをプレイできないシステムを採用した作品でもある。2011年1月31日、グランツーリスモ5プロロングスペック3におけるオンラインサービスを 同年6月末に終了すると発表がなされたが、東日本大震災や PSN の長期アクセス障害といった出来事もあり、2011年6月28日に依然としてたくさんの皆様にご利用いただいているためとの理由で9月30日までに延長された。また、同年2月末をもって、グランツーリスモ5プロロングスペック3のダウンロード版の販売も終了した。 本ゲーム内で提供された動画配信サービス。自動車関連の番組ベストモータリングトップギア D1 グランプリスーパー GT が有料配信された。最新車種のレポートなどオリジナルの無料動画も配信された。有料動画の購入は2009年12月29日で終了。グランツーリスも5にも機能。 サービスを強化したグランツーリスモ TV が搭載された。また、グランツーリスモ5プロローグでのグランツーリスモ TV のサービスは GT5 発売直後のメンテナンスによって無料番組のダウンロードを含め利用することができなくなった。2007年、PlayStation ネットワークで体験版が無料配布された。体験版には正式発表前の日産。 GT-R が収録されており、2007年10月20日から10月24日の間、車体には覆面が施されていた。2007年10月24日、世界初の試みとして、第40回東京モーターショー2007の日産 GT-R 正式発表に合わせて、本作上でも、プレイステーションネットワークを介して、除幕式がリアルタイムに行われた。 レアな覆面仕様の日産 GT-R をプレイできたのは4日間のみだった。プレイヤーは全6色からボディカラーが選択できた。2007年11月30日、体験版の配布終了。また期間中は体験版に含まれるグランツーリスモ TV で無料動画の配信が行われていたが、期間終了後はグランツーリスモ TV の起動そのものができなくなった。 アップデートを行うにはインターネットへの接続が必要になる。ただしスペック3のパッケージ版を購入したユーザーはアップデートの必要がない。オンライン対戦に対応した。その他の機能追加、調整も行われた。ネットワーク通信処理を改善するアップデートが行われた。2008年3月28日にグランツーリスモ5プロロングスペック2と呼ばれる。 アップデートが配信された。このアップデートでは、使用可能車種が34台追加され、ブリッツなどのチューナーのコンプリートカーも追加された。実在するチューナーの車種以外にもグランツーリスモが独自で開発した架空のコンプリートカーも追加。例を挙げると、グランツーリスモ HD コンセプト内で出た鈴木カプチーノのカーボンボンネット仕様などがある。コースは、 GT シリーズでもおなじみのハイスピードリンクが追加された。また、各車種の詳細なセッティングを調整でき、セッティング A、B、C の3つで保存することが可能。さらに、GTHD で可能だったドリフトトライアルにも対応した。本アップデートからは、オフラインに P 対戦に対応した。その他の機能は、イベント内容の刷新、GTTV の番組追加、 マイページタップの背景のロケ地の追加、各サーキットに走行ラインの表示、ディーラーで一部メーカーロゴの変更、シリーズ初となる実在する F1 の乗車が可能となった。また、以前のリプレイデータは再生ができなくなった。オンラインレースでの賞金分配方式を変更、パフォーマンスポイントの算定方式の調整、その他細かい改善が行われた。これにより、 ランキングクイックチューンキーアサインがリセットされた。このアップデートでは、グランツーリスモ TV や、その他細かいことなど、主にシステム面においての改善が行われた。2008年10月3日のアップデートで、スペック2からスペック3となった。このアップデートでは、使用可能車種が新たに3台増え、システム面でもゲームの難易度を下げ、逆に獲得賞金は増やすことで、 新しい車を購入しやすくする調整やアナログコントローラーでの操作性の改善が行われた。しかしこの操作性の改善については賛否両論である。北米での GT5 発売が2010年11月24日に決まり、最終的にこの日に発売となった。そのため、このバージョンが最後のアップデートとなった。グランツーリスモフォプロローグオンラインアップデート履歴。 グランツーリスモドットコムスペック2での追加車種、3での追加車種を含め全74台を収録。今作で初めて収録されたフェラーリの車両が特に多く収録されている。他のメーカーによって収録台数のばらつきが大きく、トヨタ車が1台も収録されていない。デートナとロンドン市街地はシリーズ初登場である。ありがとうございます。